ちは、信州鍼灸整骨院です。今日は当院で、実際に使用しているハイボルテージ治療器のフィジオアクティブについて紹介していきたいと思います。フィジオアクティブっていう機械はハイボルテージっていう電気を搭載している機械なんですけど、まあ普通に整骨院とかにある電気と用途はそんなに変わらないんですけど、ハイボルテージっていう電気自体は結構高い刺激を体の奥に入れていけるっていうのがすごい強みで、で高い刺激を奥に入れることでその痛いところにそういう刺激を入れて神経の興奮を抑えて、まあ、痛いところの鎮痛作用がすごい強い機械であったりとか、まあ、それに伴ってこう腰の可動域が改善したり、まあ、あと炎症が収まったりとかで、やっぱり高い電気を入れるんで速効力がすごいあるっていうのが強みになってます。でその治療を総合して、まあ、鎮痛鎮静可動域改善、あと足のむくみとかああいうのにも効果があったりとかって言われてます。実際の治療器はこんな感じで、まあ、全部こうタッチパネル方式になってるんですけど、このパッドを実際に痛いところにこうつけてあげて挟んだりもしますけど、で電気を上げていく、まあここですよね、ボルト数をこういう風に電気を上げてあげて、でまあ大体治療時間は今15分になっていますが、まあ2、3分ぐらいで効果はあると言われている治療器です。で普通の電気だったら高い電気を流すとその皮膚自体がすごい痛くなっちゃうんですけど、まあ、このフィジオアクティブっていう装置は極小のパルス幅を使用してるんで、その皮膚抵抗を全くなく気持ちいい程度の感じで奥まで刺激を入れられるっていうのもすごい強みの一つです。はい、そんな感じで、まあ、いろんなことができる、こんなちっちゃいやつですけど本当にいろんなことができる機械のフィジオアクティブのハイボルテージ治療器なんですけど、まあ、現場の人間として一番使っててすごいなって思うところはやっぱり速効性が一番あるところですので、まあ、例えば寝違えちゃったりとかぎっくり腰もそうですけど、なんか体の不調で痛くても日常生活にすごい支障が出ちゃってるっていう時も LINE してもらって、まあ、これをハイボルテージを流したりっていうだけでもうだいぶ痛みのほとんどが改善されてご帰宅されるっていう患者さんもとてもいっぱいいらっしゃいますので、もし何か体が痛くなっちゃったりしてハイボルテージやってみたいなっていう時はぜひお試ししてみることをお勧めします。